はい、8月号の小筆課題ですね。小筆課題は今回は草書だけちょっと書いていきますね。草書だけ左から順番に書いていきます。これが言偏になります。言偏ですね。言偏からの作るですね。これは口辺が点2つで省略になります。で、無書いて墨をたっぷりつけてですね、少し大きめに運動するようにしてみてください。木辺ですね。木辺がこうなって次につながります。で、筆の毛先をうまく使って筆の弾力もうまく使うという形ですね。で、コンっていう字が崩すとこうなります。あ、コンって草書体になるとこうなるんだっていうの、コンなるんだっていうことをちょっと意識しながらね、やってみてください。して次はこれチンですね。チンの、これは金辺がこう崩れますね。草書体で書くとこう崩れて小さいが点3つになるんですよね。あ、小さいが点3つになるんだとかね、そういうことをインプットしながらやってみてください。これがさあですね、これちょっとまあ木量を多めにして、動きを大きくしてしっかり圧をかけるところと吊り上げるところを作るという感じですね。それで書き込むようにしてみてください。はい、以上です。はい、ちょっと画数が多い文字だけ、書いていきたいと思います。まあこれツバメですね。横を縦縦で蓋します。そしてまず口を書きます。こう書いた方がバランスよく書けると思います。そして最後点ですね。点4つが3つに省略になります。次これ飛ばして9っていう字ですね。こう来てフルトリを書きます。この時この線長くしっかり書いてください。で、これは短めに処理して、あとはこんな筆順になります。ちょっと筆順の難しそうなやつだけいきましょうかね。あとは大丈夫かな。ちょっとこの辺もいっておきましょうか。輝くですね。火書きました。そして若干無理か。この時に少しこのスペースを空けとくといいですね。空けといて大きめのスペース空けといて、1火1は引っつけて最後の縦側のこの部分ですねを長く見せるようにしてみてください。して響くも難しい字ですよね。こう来て持ち上げてリズムよくですね。最初字覚えるまでは大変かと思うんですけど、字を覚えて少しこう見ながらね、あまりこうずっと見続けるんではなくて、あ、こんな形だったなっていうのを思い出すぐらい書き込んでもらえたらリズムよく書けると思いますので、ここどうだったかなっていう風なんではちょっと滞ってしまうので、まあ、しっかり書き込んでね、字を覚えるようにしてみてください。これ最後に3だけ言っておきましょうか。こう来て一気に最後まで書き上げてます。で、最後は立ち上がります。はい、こんな感じですね。やってみてください。はい、のしの表書きですね。お喜び、ちょっと書きますね。まず「おん」という字は少しこう密にする感じでですね、詰める感じで書いてみてください。こことここは開けます。そして「喜ぶ」という字は「おん」よりも張り出す感じでね、大きく書いてもらっていいと思います。大きくしっかり書いてもらっていいんですが、まあ、横側は細くが基本形ですね。そして見せ場の右払い、しっかり筆を開いて閉じてくる感じになります。で、この下の名前の方ですけど、これは上段よりも少し小さめにですね。そして書き出しは小さくですね。で、だんだん下に行くずつ大きくしていくイメージで書いてもらった方が収まりはいいです。ちょっと強めに強弱つけて書いてみますね。寺を小さめにして行をかなり大きめに書いて、下はまあ開けると、まあ、こんな形になります。